三振を取られたぞ。イエーイ。これからね、まあ、ある意味本当に賢い人はバカをうまく騙す人、バカをうまく騙す人なのかもしれませんね。本当に賢い人はバカにバカって言わないよ、バカにバカって言わないよって、バカをうまく騙して、バカをうまく騙して、それをこう選挙でも投票してもらうなり、そこからお金を取るっていうのが本当に賢い人なのかな。 N 神はってよく言われてます。 NHK 党の信者の人たちってこう頭が悪いって言われるんですけど、よくよく考えたら賢すぎるからバカからはバカにしか見えないんですよね。本当に賢い人はバカをうまく騙す人、バカにバカって言わないよ、バカをうまく騙して。でも前提として僕は賢いという前提でお話していきますが、なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか。お前ふざけんなこの野郎。あえて言おう、立花はカスであると。はい、大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、今回は X の方でですね、まっすぐの保つなる人物がいるんですけども、まあ、知らない方はね、ここで調べてください。私が一時説明、したくもないんです正直よく思ってないんでね、そのまま保つっていう人間に関しては。ただね、今回なんか X の方でポロッと、程度の低いペテン師詐欺師こと立花クズ57歳児に対してね、まあ、ポストしていたんです。はい、まあ、ざっくり言うとね、表現の皆さんはひょっとして立花隆は今執行猶予中の身であるという事実をご存知じゃなかったりするのかなみたいな、そんなね、ポストをしていたんですよ。立花じゃねえや、素顔を保つのある人物が。で、それに反応した、チキンハードの立花クズがすぐ反応しちゃうんですよ。すぐ聞いちゃうの小心者だから。それを引用して立花がですね、素顔を保つくんだってなんだろうな、自分に自信のない人間ってすぐマウント取りたがるんですよね。ね、このいつは上、こいつは下ってね、すぐこう下だと見下したいのかな、自分に自信がないから堂々としてればいいのにね、自信があればと思うんですけど、まあいいや。菅野保くん、いつもありがとう。君が頑張って応援している候補は落選するもんね東京都知事選挙の時、蓮舫さん見合うしてたよってお前が言うなでしょもうここもね、嘘ついてるんですよ、立花っていうクズはね。東京都知事選挙の時、蓮舫さん迷惑してたよって。お前蓮舫と会ってねえだろよバカ、話してねえだろよ、誰から聞いてんだお前。え、また嘘か、また嘘ついちゃったね。マウント取るために、自分をよく見せるために、また嘘ついちゃったの。本当に息を吐くように嘘ついちゃうね、ペテン師ってバカだね。なんでこうやってすぐバレを続けてたのかね。で、もっと言うとですよ。君が頑張って応援する候補者は落選するもんねって、お前が言うのなんですよ、本当に。いや、お前が東京都知事選挙で応援してた候補者誰だよ。なあ、立花ペテン師よ。立花クズよ。クズ丸太汁の57歳児よ。お前が東京都知事選挙でよ、YouTube とかで、応援するって言ってあげた名前誰だよ。蓮舫ちゃうんかボケ。あ？お前も応援したじゃねえかよ、お前。頑張って応援する候補者は落選するもんね。なんでお前自己紹介してるんだ、お前。あ？今回のね、話題になってる蓮舫もそう。先日の自民党総裁選も。お前が応援していた小泉進次郎。決選投票にすら、決戦にすら行けなかったやねんか、お前が応援したから。で、もっと言えば、お前の息のかかった身内。なあ、ポンコツいるよな、ポンコツどもな。お前の息のかかった。なあ、
もうお前の応援いらねえと言わんばかりに勝手にやってるのな、地方選挙。もうお前の名前なんか一切出てこねえし、 NHK 党の名前も使わねえし、もう立花職一切消してるよな。お前の応援いらねえって、お前に応援されたら落選しちゃうからっつって、だからお前拒否されてんだろ。お前日頃お前が言われてることをお前な、素直に保つに言ってんじゃねえよ。お前バカじゃねえのよっぽど聞いてんだな、よっぽど悔しいんだなもうこういうところがまさに57歳児なんですよ。気の小さい57歳児、気にしいの57歳児なんですよね。これを、こんなしょうもないやつを応援してるのが教会知能の犬猫レベルの盲信馬鹿信者と。あ、でも僕言っときますけどね、教会知能もそうですし、犬猫レベルとか言ってるのもそうですけど、僕この表現大嫌いですからね。盲信馬鹿信者は違いますよ、気に入ってやってますよ。盲信馬鹿信者は気に入ってますけどもね、教会知能犬猫レベル、この表現僕はヘドが出るほど嫌悪感抱いてますからね。じゃあなんで言ってるかっつったら、そもそもこの表現誰が言ってたかっつったら、ホリエモンでありね、お前らの大好きなな慢性している孫子が言ってんだぞ。お前らに対してお前ら利用されてんだからな。え、犬猫レベルの扱いしかされてねえんだからな、お前ら。それが分かんなくて必死に慢性言ってんだろ。気持ち悪いわ、マジで。ざまみやろ。言い返すもの言い返してもらえば。え、言い返すんだって、俺に対して文句言えなったら文句言ってこいよ、お前。え、相手してやるよ、バカ野郎。ああ、気持ちいい。まあ、それでね、57歳じゃこのポストだけでは物足りなかったのか、さらに付け加えてたのかな。まあ、どっちが先なのか、本当はどっちが先なのかよく分かってないんですけどね。それ以外にも、そうなんです。立花隆は犯罪者です。犯罪者なんです。ね。脅迫と NHK に対する業務妨害で、なんだ。2年6ヶ月だったかな ?2 年6ヶ月の有罪判決、4年間の執行猶予というね、犯罪者なんです。はい。前科者なんです。はい。立花的靴はね。はい。NHK が反社会勢力を使って、高齢者からキャッシュカードを騙し取って、お金を奪った犯罪を NHK 放送センター前で選挙カーを使って批判したら、よく業務妨害で犯罪者になってしまいました。これも大嘘。これも大嘘。大嘘つき。犯罪、でも罪に問われた内容っていうのは、これじゃありません。凱旋かけたからじゃありません。ほんと嘘つきですね。もうほんとつくつくこいつは嘘つくか言わない。自分を正当化するために平気で嘘をつけるペテン師です、こいつは。いいですか?立花隆が逮捕されてねえか。有罪判決を食らう。ね。きっかけになった内容っていうのは、まあね、当時の高等区議会議員に対する脅迫と、NHK の集金人、NHK の集金人を使って、まあ、ナビタンっていうね、個人情報が入っている、そのナビタンを、使って、個人情報を抜き取ったと。それを YouTube に撮影したと。で、撮影して、NHK 会長に会うために、その撮影した動画を利用したと。はい。つまり、NHK 会長よと。会わなかったら、俺と会わなかったら、ナビタンから抜き取った個人情報をネット上にばらまくという脅迫をしたんですよ。もうこいつね、脅迫しないと死んじゃうんですかね。もう常に脅迫しないと、誰かを脅さないと、自分が弱い人間だから、立ち回ったかして人間がチキンハートの飲みの心臓で弱い人間だから、誰かを脅迫して虚勢を張ってないと生きていられないのかな。何に怯えてんでしょうね、このバカは。知りませんけども。ほんと滑稽だ、この57歳児。まあね、平気で嘘をつくし、で、こんなバカを慢性してるお前ら本当に大丈夫かと。まあ、
社会から疎外されている人間って、ああいうクズを崇拝しちゃうのかな。かわいそうですね。はい。正義と勇気の活動による名誉ある前科者なのです。前科者なのです。全然違います。はい。自分の正義できなくなって暴走してしまった、ただの人間のクズです。立花のクズっていうのは、立花クズ氏っていうのはね、ただの人間のクズです。自分を、ね、自分に対してブレーキをかけられない。ね、理性が働かなくなって、ね、理性というブレーキがぶっ壊れちゃって、暴走しただけのただのクズです。はい。社会不適合者です。社会的害悪なだけです、ただの。はい。ちなみに、この瀬川デムツ君は、猫さんを教えた人で、今回は、稲村和美候補を応援されているようです。まあ、どうでもいいや。お前も蓮舫を応援しただろ、バーカ。お前も応援しだす、みんなことごとく不幸にあってんだろよ。落選してんだろよ。はい。てめえのこと棚にあげて何抜かしたんじゃあほんだろよ。こういうね、てめえのことを棚にあげてね、病気だからしょうがねえか。病気だから。なあ、病院行ってこい、お前。え？早く病院行って、強めの薬処方してもらえ、バーカ。ほんとに。少しはな、自制できるように、強めの薬出してもらえ、バーカ。ほんとに。まあ、そんな感じですね。はい。ほんとこのバカの話題するの、ほんとやだ。ほんと、やだ。もう、このバカが早くパクられて、ね、刑務所にぶち込まれて、もうこのバカの話題をする必要がなくなる世の中。このバカを話題にしなくてもいい状況に早くなってほしいなと、切に願っております。私はね、大橋男塾を早く進めたいんですよ。まあ、本格的に僕らね、来年ですけどもね。大橋男塾よろしくお願いいたします。ここに来て、謎の PR、大橋男塾 PR。はい。ね、大橋男塾なんぞやというふうに思われる方はね、ぜひ動画概要欄ご覧ください。説明動画入ってますんでね。よろしくお願いいたします。以上です。大橋男塾よろしくお願いします。すげえ強引。以上です。